どうもです。解説役のゆっくりおくうです。聞き役のゆっくりおりんです。いきなりですが今回は昔のちょっと変わった鉄道車両を解説していこう。導入は？そんなのより結局大事なのは内容だからなしね。あ、はい。今回は情報が少なかったり記録が不確かなものも解説するので、その辺はご了承ください。まずはこちらウィリアム・ブラントンのスチームロコモティブホース。またの名をメカニカルトラベラー。いかにも古そうな見た目だけどそれ以前になんか後ろに地面に接したロッドがあるね。まさかこれが動力？そう、蒸気機関車は時として鉄の馬、と評されるけど、この機関車は本当に足で走った。わざわざ足で？スチームホースはイギリスのダービー車、クリックの石灰採掘場で運用するためにエンジニアのウィリアム、ブラントンが設計した。製造都市は1813年、最初の旅客列車を牽引したロコモーション1号が製造された1825年より12年前に製造された最初期の蒸気機関車なんだ。今から209年も前だね。構造は後ろのロッドが歩行軸にシリンダーの前後で足を浮き上がらせて歩行して、本体を二軸の車輪で前進させる。これ普通に車輪でよかったんじゃないの？この足は当時カンナワトレイル同士では鉱山内の50分の1の勾配では貨車を運ぶために必要な牽引力が得られないのではないかっていうすごく真っ当な理由があるんだよ。結構真面目な理由だったごめんなさい。完成した試作機のスチームホースは約時速 4.8 キロで貨車を押すことができた。けどそのパフォーマンスでは鉱山の所有者を満足させられるものではなかったらしい。まだまだこれからさ。そしてこの機関車、世界で最初に記録された鉄道事故を起こした車両だったりする。1815年7月31日ダラム州フィラデルフィアで新しいスチームホースの試験中。機関車が爆発してその様子を見ていた13、16人が死亡、他数人が怪我。安全弁をきつく締めすぎたことが事故の原因とされている。最初期だから仕方がないとはいえ悲しいな。この事故をきっかけに設計者のウィリアム・ブラントンはスチームホースの改良をやめて、他の研究に集中することとなった。足のついた鉄道車両は現代だとラック式とかケーブルカーがあるから需要がなさそうだね。そうだね、今でも似たような車両ないし。続いてこちら。これは蒸気機動車か何か？いいえ、これはスチームダミーと呼ばれていた1830年代からアメリカで見られるようになった蒸気機関車の一種だよ。これ乗客を乗せれるの？この窓とかは単なる機関車を覆うカバーの一部で中身は普通の蒸気機関車だよ。それなら窓とかいらなくない？これは当時まだ馬車馬もバリバリの現役の時代だったけど、馬は蒸気機関車を見ると驚いて暴れたりすることがあるので、蒸気機関車の形を見て怖がっているのではないかと考えられ、平洋軌道や路面鉄道を走る蒸気機関車の見た目を無動力の客車や馬車ボックスすればいいんじゃないの？という発想から作られた機関車だよ。なお馬は蒸気機関車の見た目じゃなくて、走行音や汽笛などに驚いていたので全く効果がありませんでした。ダメじゃねえか。なので南北戦争が始まった1861年あたりから急速に数を減らしました。それでも鉄道会社はこれを30年使ったのか。まあカバーで覆われている機関車のトラムロコは騒音軽減とかの目的で最後まで使われてたから値段が高かったけど無駄ではなかったと思う。それは幸いだな。逆にインスペクションロコモティブ、直訳で検査機関車、って呼ばれる。減速を行う鉄道員を乗せるための本物の客室がある蒸気機関車が自動車やモーターカーの普及まで活躍していたよ。そっちもあるんかい。続いては機関車ではなくこの客車を紹介していこう。え？何これ？これは1920年にメキシコ国鉄で導入された客車で、なんでも列車強盗が多すぎて、強盗から乗客を守るためにこんな鋼製の装甲の客車になっちゃったんだとか。そんな西部劇みたいな事件ポンポン起きてたのか。そっちの方にもびっくり。この客車、情報が少なくて詳しいことはわからない。新聞には製造元はカリフォルニアの会社としか書かれていないし。丈夫そうだね。とんでもない防御力だよ。写真が保管されてる国立図書館の説明だと装甲軍用列車って書いてあるし、いつ廃車になったかどうかの情報もわからなかった。この写真で疑問に思ったけど、この台車で乗り心地とか線路の許容軸重とかは大丈夫なのだろうか？利用料金高そう。冷房とかついてるのかな？じゃないと車内が大変なことに。とにかく謎だらけでこれ以上調べても何もわかりませんでした。次行こう。続いて解説するのはエンジンとボイラーを開けた機関車のグレートウェスタン鉄道ハリケーンとサンダラーだ。こちらも古すぎて写真がないですがご了承ください。これ3台で1台の蒸気機関車？うん。ハリケーンとサンダラーはグレートウェスタン鉄道の開業に伴い義士であったイザムバードキングダムブルネルの要件を満たすため、1836年 R&W 放送カントニーに注文された機関車で、1台目は動輪、シリンダーやロッド、2台目にボイラー、3台目は淡水車となっている。
グレートウェスタン鉄道ということはこの機関車は機関2140ミリの後期か。ピストン速度が毎分約85メートル。これは当時の蒸気機関車の半分の速度。何のためにピストン速度を落としたの？ブルネルの要求の一つだけどちょっと意図がわかんなかった。ハリケーンは約3048ミリの動輪を1軸、サンダラーは1829ミリの動輪を2軸持っており、平均約時速48キロで走れることが要求されていた。これは当時リバプールマンチェスター鉄道の最高速度が時速27キロに制限されていたことを考えるとかなり速い。その後ハリケーンとサンダラーは他ブルネルが注文した他の機関車と運用を開始したけど、ブルネルの要求が厳しくて、設計に色々問題があって、両方とも重量を軽くしようとしたせいでボイラーが小さすぎて蒸気の上がりが悪い上に、ボイラーと動輪を開けたことによる軸重減少で牽引力不足と2両とも1年間運用されただけで固定釜にされる大失敗に終わってしまいました。知ってた。ブルネルは蒸気船は得意だけど他の注文した機関車も失敗に終わってしまったので蒸気機関車は苦手だったようだ。けどガーラット機関車とかを見る限りエンジンとボイラーを分ける発想自体は案外実用的だったんじゃないかな。生まれるのが早すぎたかもね。続いては日本の極端な機動車を。それがこちら。ちっさ、トロッコ並みの大きさしかないじゃん。この小さな車両は日本の千葉県にあった軽便鉄道で現在のいすみ鉄道の前身にあたるいすみ軌道に導入されたガソリンカーだ。軽便鉄道のガソリンカーとはいえ小さすぎるだろう。機関610ミリ、全長は約3メートル、エンジンは4気筒20馬力。日本鉄道事業で1922年から1925年にかけて4両製造された。定員は公式では10人だったけど実際は1人少ない9人。ちなみに機派40の定員数96人の約10分の1。運転台が片方にしかない単単式機動車なので終点では転車していた。何気にこれが日本で初めて空気ブレーキを搭載した機動車だったりする。こんなんでラッシュ時とか大丈夫だったの？いすみ軌道はガソリンカーの導入前は人車軌道だったから、人車軌道の小さな客車をそのまんま動力化したようなガソリンカーでこと足りたんだと思う。あとこれでも客車や貨車を1、2両牽引できたらしいし。なるほど、もともと人車軌道の線路に重い車両は避けたかったからこんなに小さくなったのか。とはいえここまで小さいのは全国どころか世界を探してもないんじゃないかな。その後1927年にいすみ軌道が廃止されたため、栃木県の宇都宮石材軌道に譲渡されたがどうなったかは不明。最後のやつ行こうか。もう何が来ても驚かんぞ。巨大な動輪を4つ持つ機関車であるフランスの西部鉄道レーブル。なんじゃこやー。1885年に西部鉄道向けにエルネスト、グアン&カンパニーで製造された。車輪配置240で動輪直径は2840ミリ、2気筒外側スティーブン式電装置。二軸なのに破格のデカさだな。実際動輪が二軸の機関車だと一番大きいし、標準機だと最大だそうだ。名前のレーブル、はワシ、という意味になる。これボイラーどうなってるんだ？動輪に挟まれて感動とか過失は大丈夫？ボイラーは車軸を通すために上下に突き重なったようなものになっていて、それぞれ大口径のパイプで接続されている。加湿に対して感動がめちゃくちゃ細い。位置も低いので煙突が長い。煙突の後ろは蒸気ドームでシリンダーに蒸気を送るパイプがあるのがわかる。製造された1855年のパリ万博で展示された後に西部鉄道で試験運行が行われたが、その後どうなったかは不明。試験で時速160キロを出したなんて話もあるけど、正直ありえない。このボイラーじゃ加熱面積が足りなくて蒸気が上がらず、大きな動輪でスピードを出す以前の問題だったのは想像に難くない。構造ゆえの保守面の問題もあっただろうね。まあ試作機だからその辺はしょうがないけどさ。足が速くても心臓がダメじゃね。以上が今回解説した昔の変わった車両まとめだ。全て手探りで設計していたのが伝わってきました。それではご視聴ありがとうございました。